はい、えー、それでは1月21日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます何回間違えても突き進もう勉強したけどいい点数が取れませんでした、えー、自信もなくなり勉強のやる気もなくなりました、えー、こんなメールをよくいただきます実際合格していく人たちは 勉強していていい点数が取れなかったとしてもそれほど落ち込みません逆にこのままではダメだもっとやらなきゃという具合にあまり気にせずにどんどん前に前に進んでいく傾向があります点数が悪くて落ち込んで立ち止まると合格からどん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 遠のいてしまいます落ち込むのはほどほどにして本当に合格したいのであれば気持ちを切り替えて次に進んでいくようにしましょうそれでは問題に入ります 留置権は登記をしなくても留置することで第三者に対抗することができる丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは丸ですね留置するっていうのは物を返さずに手元に置いておくというイメージです留置権については登記っていうものが認められていないんですね留置することによって第三者に対抗することができます なので、登記は不要だということです。これ、具体例考えるとすごくわかりやすいんですけども、時計を修理に出したけれども、代金を支払わなかった、修理代金を払わなかった場合、時計屋さんっていうのは、その時計というものを留置することができるんですね。つまり、え時計屋さんっていうのは、えー、修理してくださいって頼まれますよね。頼まれて時計を受け取ります。で、え受け取って代金払わないのであれば、返しませんっていうふうに、 時時計計を返さないいで、時計屋が手元に置いておく。これができるんですね。まあ、ここにも書いてある通り時計屋はお金払わないなら時計返さないよっていうふうに主張できるって話です。でそしてその時計を譲り受けた第三者つまり、えー、時計を修理に出した人が第三者に売っちゃったよとでその第三者が時計屋さんに、えー、私買い取ったんでその時計、えー、引き渡してくださいって言ったとしても時計屋さんは 代金支払ってもらってないから、代金債権に基づいて、留置権を行使することができる。つまり、留置権を持って対抗することができる。っていうことなんですね。よって、第三者が現れたとしても、時計屋さんは、第三者に対して、お金払ってもらえないから、あなた、あなたってこれ、第三者のことですね。第三者にも、時計は渡さないよ。というふうに、第三者に主張できるわけです。まあ、このように具体例を使ってイメージできれば、当然ですよね。 このようにイメージしながら学習するっていうのが個別指導なんですよ。で、個別指導の受講者さんについては、留置権に関するポイントの動画、え別途お伝えいたしますので、えそちらえ、受講者専用のメールマガからご確認いただければと思います。よく、え無料のメールマガでもお伝えしますが、無料のメールマガっていうのは、量が少ないんですね。まあ、1日3問ぐらいしかないわけですし、その中で全てイメージしながら学習する問題かって言ったらそうではないわけです。たまにしかやっぱないんですよね。 でそうなってくるともう問題量が全然少ないので自分自身で去問を解きながらイメージするっていうことをやっていかないといけないので自分自身でいろんなところを調べないといけないんですね。なんですごく時間かかります。もし1日1時間半とか2時間ぐらいしか勉強できないってなってくると調べながらやっていてはおそらく今年の試験間に合いませんので。 もし1時間半、2時間ぐらいしか勉強できないという方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導であればそのぐらいの勉強時間であったとしても今年合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいですえ。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認ください。で、問い2ですねえ。クーリングオフに関する問題です。 でえ、クーリングオフ入る前になんですけども、まだえこの動画のチャンネル登録してない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンですね、そちらを押していただいて、チャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。宅券業者でない飼い主から、クーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、 この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売り主 A が手付金を受領しているとき、A は手付金から違約金を控除して返還することができる、丸かツかという問題です。今回、売り主 A は、宅券業者とは書いてないんですけども、宅券業者 A と考えていただければと思います。 で答えは×です。クーリングオフによる契約解除では、違約金とか損害賠償請求っていうのはされないんですね。つまり、売り主 A っていうのは、宅建業者でない飼い主に対して、違約金を請求したりとか、損害賠償の請求とかってできないんですね。手付金をそのまま返さないといけないということです。 手付金をそのまま全部返なないといいいとととけうことで,すで、す今回問題文は、手付金から違約金を控除して返還することができるとなっているので、この部分が誤りだということですね。で、控除して、これの意味なんですけども、この意味、えー、分かりますでしょうか。控除してっていうのは差し引いてっていう意味なんですね。つまり、手付金から違約金を差し引いて返還することができるって書いてあります。 例えば、手付金100万円預かって、違約金が30万円だったと仮定したら、問題文の内容だと、A は100万円から30万円を引いた70万円を返還すれば OK だっていうふうになるんですね。でも、これは間違いで、違約金、これ控除することできません。違約金請求できませんので、手付金100万円をそのまま飼い主に対して返してくださいねと、返さないといけませんよっていう内容です。で、問い算ですね。 地区計画は建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各外区を整備し、開発し、および保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる、マ丸かスかという問題です。え答えは誤りですね。 用途地地域域が定定めめらられれてていいるる。土のの区におみここが誤りです。用途地域が定められていない区域についても、地区計画を定めることができるからです。でポイントは、地区計画を定めることができるのはどこかっていう部分なんですね。で地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域です。1つ目が用途地域内、もう1つが用途地域外でも一定の要件を満たす区域。この2つなんですね。 したがって、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められるっていう部分が誤りだということです。用途地域が定められていない土地の区域であったとしても、地区計画を定めることができる場合もあります。そして、用途地域外でも一定要件を満たす区域のこの一定要件、これについては考える必要ありませんので、用途地域外でも定めることができる区域があるんだということを頭に入れておけば大丈夫です。 無駄な勉強をせずに必要な部分だけ頭に入れていきましょう。で、え、問いちもお伝えした通り、毎日の勉強が2時間ぐらいしか勉強できないっていうのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。え、調べるってなってくると、おそらく、毎日4時間5時間ぐらい勉強しないと間に合わないと思います。合格するための理解学習ってなってくると、やはり、独学だったらそれぐらいかかってきます。予備校に通っていても予備校では教えてくれないから、自分自身で調べないといけない。結果的に、やっぱり4、5時間っていうのは、え、毎日かかってきますので、 もしそんなに時間取れないっていう方はぜひ個別指導をご検討くださいえ個別指導であればそういった部分についてはもう解説の中に入れてありますので毎日1時間半から2時間ぐらいの勉強で間に合いますのであまり勉強時間作れないっていう方はぜひ個別指導で一緒に勉強できたら嬉しいです今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレゾスの者でした